農林水産大臣の坂本哲史です令和6年能登半島地震によりお亡くなりになられた方々にお悔やみを申し上げますとともに被害に遭われた全ての方々に心よりお見舞いを申し上げますまた現地で救援活動にあたっていらっしゃる多くの方々に感謝を申し上げます農林水産省といたしましても延べ120名以上の職員を自治体に派遣しており 関係省庁・自治体と連携しながら被害状況の把握と早期の復旧に向けて全力で取り組んでおります。さらに1月4日までに避難生活を余儀なくされている皆さんたちへ食料支援として24万食のパンパックご飯・即席麺210点の液体ミルクを含む700点の乳児用ミルク 23万本のミネラルウォーターをすでに配送をいたしましたさらに本日1月5日8万食のパン、2万6千食のドライカレー、五目ご飯を手配しておりますこれらの食料を避難所まで確実にお届けできるよう関係省庁とも緊密に連携して取り組んでおります被災された農林漁業者、職員関連事業者の皆さんにおかれましては 大変厳しい状況の中で悲痛な思いや不安を抱えていらっしゃると思います特に生き物を抱えている畜産農家の皆さんは大変なご苦労に直面されているものと考えておりますすでに自治体や生産者団体とも連携し例えば小型のローリー車を給水用に転用するなどさまざまな支援策の中ででき得るものは ててやっまた北陸農政局に相談窓口を設置いたしましたので何かお困りのことがありましたらご相談いいただければと思います今回の地震で被災された農林漁業者食品関連事業者の皆様が一日も早く事業を再開できるよう必要な支援策を早急に取りまとめ 農林水産省一丸となって全力で取り組んでいく所存であります私も熊本地震を経験し畜産をはじめ多くの農家の皆様が大変な困難に直面したことを承知しておりますその後関係者の皆様のご協力によってそのほとんどが再建を果たしております皆さんとともに私もこれまでの経験を踏まえ最大限のことをさせていただきます 再建に向けて皆さん一緒に頑張りましょう。